はいえー、左の林の下へやってきました、えー、ティーショットを少し曲げたらもう林の入り口にすぐ来るというのはコースを回ってても何度も来ると思いますその時の対処法を一つ説明したいと思いますまず今回は左の林ですけども、えー、完全にピンがピンの方向塞がってますこれを本来自分のクラブでは160ヤード 8番アイアンなんですけどもどうしてもちょっと軽いフック低めの軽いフックが求められますその時にやっぱり普通,に当て普通にショットはできないんですけどもアマチュアの人非常に多いのが木によよく当てるんですよ上級者になっていけばなっていくほどは木にあんまり当てずにプレーしていけるんですけどもまず考え方です当然ターゲットに向いてまっすぐ打つわけにはいきません本来が160ヤード 8番の距離ですけども大きく右を向いて左へ曲げるボールがちょっと必要になりますこれはピッチングウェッジそして、えー、大事なことが自分の打ち出す方向ピンはこのまっすぐですけども打ち出す方向は約30ヤードほど右ですねそこに体をセットしますそしてフェースのこの向きですね 体の向きとフェースの向きを変えることによってボールは何もスイング軌道を変えずして曲がってくれます自分の体は振っていく方向出していく方向そこにまっすぐそしてフェースを、えー、ピンの方向ですこういった状況ですねこういった状況を作ってやることによって左にある林の右を通して左に曲げる右30ヤードにまっすぐ向いて フェース面をターゲットに合わせる。そしてスイングは普段通りの。この自分の体の向きに打つことによって。ボールは大きく左に曲がります。これで30ヤードのフックが今打ってたんですけども僕は？何もやってません。構えだけです。打ち出したいところにまっすぐ立ってフェースをピンに向けるだけで。 勝手にマジックのように曲がってきますので、えー、アマチュアの皆さん試してほしいですしそして大事なのが普段は8万ヤンの距離がなぜピッチングで打ったかです、えー、クラブをかぶせました閉じたということは普段のピッチングエッジのロフトよりもかぶせた分だけもうロフトが3番手ぐらいは立ってきますなので 左からののととといううは、そんななにに低低くくく打とうと頑張らなくても勝手に低く出ます。自分の回したい分だけのアライメントを取り戻し幅の分だけフェースをピンに向けるこの感覚を覚えれば左に林が出てきているプレッシャーのあるところは対処できますので是非覚えてほしい技術の一つです。